前提と仮説を T で結びつけるのが議論って感じだと、はい、ブロックボックスの中を T で覗いている感じでしょうかと。なるほど、NF だと、はい、この中を覗くのは嫌だって思ってるんですかね。それはありそうですよね。ブラックボックスはブラックボックスでいていたい、あの、はい、あってほしいみたいな願望があるのかもしれません、はいはい、だって見ちゃうともうああになるわけじゃないですかっていう世界が見えてるんですよ。そういうふうに思うって話ですよね。ああになってしまう、はいはい、分かっちゃったらつまんないじゃんって、はいはい、分からないとつまんないんじゃないですかあそれだ、はい、その違いかもしれない、はい、NF と NT、はい、未知だからこそ楽しさってあるじゃないですか、はい、新しいものがあるんですよ。そこを探求していく楽しさじゃないですかっていう違いかなって今思いました、はい、すいません。 NT は、はいはい、では次シーキング、何を追求しているか、レーショナル NT がっていうのでナレッジだと、はい、知識だと、うん、シーキングナレッジ、アーティザンは SP は刺激を求めて行動する一方で、はい、SJ ガーディアンは安全、うん、アイデアリスト NF はアイデンティティを追求しているが、レーショナル合理主義者は知識を求めています。彼らの中には探求心が非常に強く、それがその探求心っていうのは自分たちの庇護者であるプロメテウスのようにと、あの人に火を与えたプロメテウス、はい、神々からさえ知識を奪い取る者もいます。17世紀初頭フランシス・ベーコンは知識は力であると宣言し、科学的な実験によって自然からその秘密を引き出すために彼女を拷問台にかけるべきだと助言しました。そして彼は西洋で400年間続いてきた合理主義的な科学調査方法を確立しました。レーショナルの合理主義者の知識探求には2つの目標がある。それはどうやって知ることと何について知ることですと。何について知るかは出来事が発生するための必要かつ十分な条件を理解すること。どうやって知るかというのはテクノロジーの操作能力とその制約、つまり彼らのツール、例えばカッターカービンコンピューターなどなどの可能性とその制約っていうのは何、どこまでできるかっていうことですかね、うん、それを理解することだと。何についても知り、どうやって知るかを知ることでレーショナルは出来事を予測し、それをどうやって制御するかっていうその能力を向上させます。面白いですね。 INTP のカーシーも筆が乗るんでしょうね僕のこんなしゃべりいらんでしょうね、はい、すいませんレーショナルにとって知識は決して単なる仮説ではないと。 NT がなぜって尋ねるとき、実際にはどのようにまたはどうやってって尋ねているんだと。なぜ空が青いのか、水が濡れているのか、レバーが力を持っている、ごめんなさい、レバーが力を持っているのを尋ねることは、これらのものの意味や重要性を尋ねているのではなく、これは彼らの抽象的ではないところに関心を持つアイデアリストにとっては重要です、はい、NF っていうのはこの空が青いとかレバーがどうして力を持っているかっていうのの重要性っていうのを、はい、が大事にしているが、はい、NT は違うと、はい、そんなことはどうでもいいと、はい、レーショナルの質問はむしろなぜ物事がその形を取るのか、物事がどのように機能するのかについて気になっていると、はい、したがって構造と機能の定義とそのことについて質問をしているんだと、うん、NT のなぜっていうのは、うん、まあメカニズムですよね。意味じゃないと。だからこうなぜって聞かれると否定された気がするじゃないですか。二等辺よくあります。ダメなのかみたいな。そうですね、そんな話してないよみたいな話によくなるじゃないですか言われますね、はい、はい、だからそこがこうその価値に対してなぜって言ってるんじゃなくて、はい、なぜそうなのかっていう仕組みを聞いてるみたいなとこですよね
で、そんなんググれよって、はい、今ね僕にも腑に落ちてあーって、はい、NT さんそうだったんですねって、はい、この実用的な知識の追求は NT レーショナルにとって早い段階で芽生え、彼らが尋ねるための言語を持つとすぐに飽くなき好奇心によってそう駆られるんだと。しかしなぜという形で質問をする傾向があるため、彼らは受け取る回答に満足しないことがよくあると。なぜなら彼ら NT は実際にはどのようにっていうのに興味があり、なぜではないと。そして質問がしつこいことがあるため彼らはしばしば親や教師を困惑させます。彼らが本当に何を尋ねているかを理解していないからだと。さらに NT この合理主義者は受け取った回答に理論的な根拠を求める傾向がありますが、これはほとんどの親や教師が彼らに提供するのが難しいものですと、うん、まあ、タイプが違えばそうですよね、うん、どんどんずれていきますよね。どんどんずれていきますよ。なぜなぜって聞くたびに、うん、はい、はい、レーショナルは成長するにつれ、 NT が成長するにつれて知識の追求はますます広範な複雑な問題に対処することにつながっていく。機械のエンジニアリングの問題であろうと、操作の調整の問題であろうと、 NT は中心的な重要性を持つ問題を考え、モデルやマップ、パラダイムやアルゴリズムを見つけ、これらの問題を解釈し攻撃する手段として探求を続けます。レーショナルにとって NT にとって問題解決は24時間の仕事であり、問題がない場合は実際に自分で問題を設定してスキルを磨く手段とするんだと。彼らは特に知識ベースを試す問題に引き寄せられるため、このような問題を解くことは知識を増やし、実際に有用なモデルのレパートリーを拡大させることになります。そしてレーショナルのスタイルがより極端であればあるほど、知識を獲得するために自分に対して課す課題が厳格で厳密になりますと。これを別の視点から見ると、ガーディアン SJ やアイデアリスト NF が抱える社会的で道徳的なすべきこと、このかっこべきこととは対照的に、レーショナルの頭の中には細かく列挙された多くの知っておくべきことっていうのを彼らは持っています。まあ、僕が例えばべきことっていうのはなんかその、はい、道徳的な道徳的な人を傷つけてはいけないみたいなっていうことは僕は持ってるんですけど、はいはい、彼らは全く違うべきことを持ってると、はい、そして彼らは一度に一つのことに完全に集中ができる一方で、ますます有用な知識を蓄積し、めったにデリート削除や忘却をせず、自分たちを魅了する多くの問題に対する解決策に絶えず取り組む傾向があると。1972年に免疫学の研究でノーベル賞を受賞した生物学ジェラルド・エデルマンは質問をやめることに全く満足していなかったと。エデルマンが賞を受賞してから約3年、彼は本質的な生物学の謎に関するもっと大きな問いを追求するために実質その分野から離れたと、うん、私には小さなロマンチックな気質があり、それに結びついた非常に明確な信念があります。それは問いを立てることが重要だということです。だからもし私に対してあなたは免疫学の権威ですねと言ったら、私はそれに全く興味がないと。私が興味を引くのはもっと暗い領域なんだと、未知のところなんですね、はいはい、知識を追求するために非常に熱心なため、 NT レーショナルは知識を求める性格と考えられるかもしれません。レーショナルを他の性格と区別し、同時に彼らを一つにまとめる特徴の中で、彼らの一生を通じた
知識探求が最も顕著だと。なるほど、はい、